ドラコクッキング。今回はドラコの得意料理チャーハンを作ります。ちょっとされたらもうお店のチャーハンもらってた。しかしこのフライパンが丸っこいからいいや。まさに実力の 70% した。チャーハンが大好きだ。週に5回は食べる。こういうのを買ってもらったんだ。おぉ、これぐらい好きなんだけど、何アピールだ。でもね、あまりにもデカすぎて使えなかったんだ。今こういう場所から最後の話はないです。できました、できました。チャーハンできました。もちろん君の番もあり、私もチャーハン味わっておくよ。家で15年間修行したんだ。料亭みたいでしょ。高級スープ、うん、いい味が出てる。カツオと昆布の合わせ技だな。この鶏肉はさっき 30% オフで買った国産のもも肉です。うん、うまい。これは卵しか入ってないの。うん、そうですね。なるほど。他にこう入れるとしたらチャーシューでしょ。うん、ネギでしょ。ええ、あと許せないけど人参とかさ、ピースとかさ。ピース、グリーンピース。うん、グリーンピースはね、もうなんか私の手を離れる。専門外だね。やっぱりね、火力だね。火を使った IH だからね、うちは IH だからね。まあ、そうね、限界あるな。うん、具は工夫してもいいんじゃない、オリジナルで。うん、肉とか、肉をね、ワンチャンとしたら肉なんだけどさ。うん、チャーハンってでもさ、なんていうのかな、肉を食べたいわけじゃない気がするよね。なるほど。いつも思うんだよね。うん、やっぱりね、米とね、やっぱね、米の味でどこまでね、勝負できるかっていうのがね、焼き飯というかチャーハンのね、すごいだと思う。米、うん、米、うん、なるほど。卵はまあ、もう米の一部になってるからいいんだけどさ、うん、というよりもやっぱ味で勝負したい。味と口当たりで。ネギとかね、いや、まあ、上位互換なんだ、やっぱり。肉と玉、ネギとか入れると、やっぱりね、その分汁が出てね、ベトベトになったよね。ああ。火力がやっぱ足りなくなってくるんだよね、どんどん。脂っこいチャーシューみたいなのもね、いや、ほんとにね、ラーメン屋を開けば、お前チャーハンが作れる気がするよ。いかがでしたか？思わず食べたくなっちゃいましたね。それではまた今度。